はい、メッチチャンネルです。メッチ、本日は、映画ですね。花と雨見てきました。シーデさんの、あれですね、アルバム花と雨にインスパイアされた映画なんですけど、まあ感想、もうメッチ的な感想、あのネタバレとかないんですけど、感想で言えば、ディープやなって思いましたね。あのちっちゃい子には見せれない映画かなと思いましたね。あ、すごい、こんなことまで、こんなことまでやって、その上それを乗り越えてラップやってたんやっていうの初めて分かりましたね。結構ディープやから、あの今フリースタイルダンジョンとかそういうね、あの若い子、あの小学生中学生とかがあのバトルとかバトルブームじゃないですか。うん、でそういう人が見てこの映画すごいいい画で見てほしいんですけど、いや見て大丈夫かなっていうぐらいディープな内容に書かれてる映画だし、あのところどころにハテナハテナハテナってあったんですよね。え、これはなんでこうなったんかな、これはどうなったんかなっていうのがところどころにあるんですよね。まあそれも大事だと思うんですよ。あの全部が答えが出るっていうのは絶対ダメやし、あのやっぱあの聞き手、あの もらってる方もやっぱ考えなあかんっていうのがやっぱ作品って大事かなって僕は思ってるんで、これすごい、あの白黒つけるんじゃなくて、うん、それはすごい、なんやったんやろ、なんでこうなったんやろっていう考えさせられるような花と雨っていうのはすごい、そういう映画でしたね。見ててあのすごくあの面白かったですね。これぜひ、あのちなみに単館しかやってないですよね。大きい劇場ではやってないですね。だからそこをちょっと探したら、やっぱあのやってる場所もあったんで、そこに行って、であの視聴しました、小学生以下とかで小学生見ていいんかなと思うんですけど、リアルってこれかなと思った。リアルなあのシーダさんのこれがもう全部ノンフィクションであればリアルな感じやし、まあそのノンフィクションを混ぜたようなあのフィクションを混ぜたような感じであると思うんですけど、僕わかんないですけど、もうすごいリアルな感じで、あのヒーヒーした感じであの見させていただきました。あの花と雨ぜひ見てください。これほんまにかっこいいで、ほんまこれほんまに良かった。あの寝なかった、映画館で寝るためにあるんやろと思うぐらいやねんけど、寝なかった。それぐらいちょっとヒリヒリする、いろいろちょっと一個一個なんかあるごとに考える考える考えるって、この監督さんすごいなって、あのでこのね原案このアルバムを作ったあのシーダさんやっぱ最高やなって思いました。メッチチャンネルでした。花と雨は最高です。音楽も最高やし映画も最高です。メッチャンネルでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。映画も絶対見に行った方がいいんで見に行ってください。メッチャンネルでした。